1948年中華民国総統選挙は、1948年4月20日に、中華民国で行われた総統を選出する選挙である。国民大会を開催した南京国民大会堂1936年、中華民国政府は55件草と称される憲法草案を完成されたが、日中戦争の激化により憲法制定作業が中止された。1945年に日本が降伏、中華民国政府では中華民国政治協商会議による中国国民党と中国共産党の協力関係が崩壊。国民党は1946年に独自に政権国民大会を招集。同年12月25日に中華民国憲法が国民大会を通過し、1947年1月1日に公布、12月25日に施行され、中華民国は憲政時代へと入った。55件草では総統制を基本としていたが、憲法制定に参加した張群は、蒋介石の専制を防止するために、内閣制に内容を変更している。憲法施行後、中華民国政府は、中国各地で第1回国民大会代表選挙を実施、3045名の国民大会代表が選出されることとなった。共産党は、国民大会代表選挙への参加を拒絶し、一部直轄市では、代表が選出されなかったが、中華民国が中国の大部分を支配下に置いていた当時、2961名の国民大会代表が選出され、総統選挙の準備が整った。選挙方式は、選挙により選出された中華民国、国民大会代表を通して投票される、間接選挙であった。投票は、南京の国民大会堂で行われ、副総統選挙も同時に実施された。副総統選挙は、総統選挙と独立集計され、現在のように総統と副総統の候補者が一括して選挙戦を行うものではなかった。総統選挙では、中国国民党総裁の蒋介石が2430票を獲得し、選挙結果に基づき同年5月20日に、中華民国南京総統府で、蒋介石が、総統に就任した。しかし就任後1年足らずで国共内戦敗戦の責任を取って蒋介石は総統職を一時的に辞職している。その後は国共内戦による国民政府の仙台、それに続く中華人民共和国の建国などにより、この時の選挙が中華民国が中国全域で実施した最初にして唯一の選挙であると同時に、中国大陸における最後の民主選挙となっている。差額選挙が採用され、また有効投票の過半数以上を獲得して、初めて当選となる絶対多数選挙となった。中華民国総統を選出するための第1回国民大会代表の総統選挙会議が1948年3月29日から5月20日まで開催されることとなり、総統選挙の期日が4月20日と定められた。国民大会代表2841名が、この招集に応じて、南京市の国民大会堂に集結した。当時の中華民国の法律では総統、及び副総統は、国民大会代表による間接選挙方式が採用されていた。総統副総統選挙罷免法第4条第3項によれば、候補者は、国民大会代表総数の過半数の得票数が必要とされ、もし過半数に満たない場合は、上位3名による再投票でも過半数を獲得できない場合は、第3回投票により、得票数の高い2名の決選投票が行われると規定されていた。単純に決定した総統に対し、副総統選挙では、複雑な経過をたどることになる。1948年4月20日の副総統、立候補者受付までに、李相仁、孫華、鄭铉、吳明義と、朴徳英、徐風林の6名が立候補した。蒋介石は、自らが軍人出身であったため、副総統には文人を選出し均衡を図ろうとした。これに対し、李相仁が軍人出身であり、蒋介石と対立した桂系出身であり、蒋介石は李相仁の立候補には強く反対した。しかし李相人は日中戦争期間中に大きな戦功を残し、政界より強く支持を受けていたため蒋介石も立候補断念を迫ることもできず、孫文の長子であり、前行政院院長、当時国民政府副主席の孫華を自ら副総統候補に推薦した。総統選挙で蒋介石当選を宣言する州小学総統選挙では、蒋介石が共産党軍の圧迫を受けながらも、国民党及び政界に強い影響力を有しており、4月20日の第1回投票で2430票の圧倒的多数を獲得し当選した。李相人の当選を知らせる電気式掲示板総統選挙終了後、直ちに副総統選挙が実施された。蒋介石は副総統には文人がふさわしく、自ら孫華を推薦すると表明したが、多くの国民大会代表の支持を受けた。李相人は6名の候補者の中で支持を伸ばしていた。4月20日午後の第1回投票では、李相人は最高得票数の754票を獲得。続いて、孫華559票、鄭泉522票、吳明義493票、朴特英218票、徐風林214票となった。全員が過半数を獲得できなかったことから規定に基づき上位3名の再投票が実施されることとなった。4月24日、再投票が行われると、李相人は1163票を獲得し、首位、孫華は945票、鄭泉は616票となった。再び過半数獲得者がおらず、4月28日に第3回投票が行われ李相人1156票、孫華1040票、鄭泉515票となった。第3回投票でも過半数票獲得がおらず、李相人と孫華による決選投票が実施されることとなった。決選投票では相対多数での当選と規定され、その結果、李相人は1438票、孫華は1295票との結果となり、李相人の当選が決定した。就任式典での蒋介石と李相人蒋介石は5月20日に就任式典を実施し、その後中華民国での総統就任はすべて5月20日に実施されることとなった。ありがとうございます。